ういうものが大嫌いだ。些細なミスで唾飛ばして怒る監督も、余計なことで片付くスポーツメディアも、嫉妬や陰口まみれのチームメイトも全部大嫌いだ。俺はもっとスマートでクールなコミュニケーションツールを知っている。ミコミコ生放送だ。早速始めよう。宵越達也改め生主ナイトエンドの放送を。ナイトエンドって学生だよね。学校終わってすぐ放送。何？もったいない。部活とかやれば。俺はスポーツなの。よく勧誘来てるでしょ、サッカーとか。なあ、なぜ知ってる？攻撃が鬼ごっこで言うと鬼、一人で敵をタッチしに行く。ハーフコートの中でやる鬼ごっこってかまど。でもこの狭さじゃ逃げ続けるのは無理だって。鬼に縛るとこなのか。かまど、察しがいいね。縛りはある。攻撃手が中央線を割って敵を追える時間はカバディ。息継ぎなしでカバディと言っていられる間だけなんだ。これがカバディカバディ言ってる理由は。カバディカバディ。な、守備同士が手を握っている。鉄なカバ、通称チェーンはカバディの守備で常識だぞ。男同士で手を握るなんて絶対に嫌だ。カバディ、おー、そのツー、カバディ、今までカバディをいろんなものに例えてきた。鬼ごっこに格闘技、だがその起源は狩猟。武器は持たない人間が獣を捕らえる技術が成熟したものと言われている。つまるところカバディは生物の根源、本能が現れるスポーツ。忘れてたな、この燃える世界は気持ちがいいんだ。なあ宵越、カバディって面白いでしょ。つまんねえよ。語りがつまんねえ。みんな、おお、ただいま。ジョー、おかえりなさい。ジョー、ケイからずっと君の試合の動画を送ってもらって見守っていたよ。君が入ってくれてよかった。改めてようこそ我が農金高校カバディ部へ。見学っていうか、勝手に覗いちゃっただけだけどね。さあみんな、全力で行こう。
私はこうも使える。よう、初心者の身に学ばせてもらおうぜ。